はい、皆さんおはようございます。ファミリーグカイです。今日はゴールデンウィークですね。まあ東京都内もだんだん人減ってきてるんじゃないですかね。ただ2、30年前に比べるとやっぱり東京に残ってる人が年々増えてますよね。で、なんでそんなに年々東京に残ってる人が増えてるのか、まあ分かりやすく言うとなぜ帰省しなくなったのか、そこら辺を今日は考察していきたいと思います。それではまた家に帰ってからお話しするとします。はい、家に戻ってきました。まあ家に戻ってきてから昨日作ったあの残りの、キヌアですか、キヌアの料理を、まあ、食べました。まあ、キヌアの料理にあの、まあ、レトルトのカレーをかけて、さらにちょっと今日はあのささみカツオ、ささみチキンカツオを作って、まあ、美味しくいただきました。でもキヌアはやっぱ美味しいですよ。まあ皆さんにおすすめします。もう結構完全的な栄養食なんで。で、まああの、まあ、冒頭にもまあ言いましたように、ちょっと私なりに考えてみました。まず一つには、まあ、ライフスタイルが変わってしまったっていうことが挙げられると思います。例えば東京にいてもまあいろいろまあ遊び場があるとか、例えばスカイツリーとか、まあ観光地とか、まあいろいろまあできてきてるから、もう2、30年前とか比べて、なんで特にまあ旅行、まあ小旅行をする必要もないかなっていう考える、まあ家族の方が増えたんじゃないかなっていうのはまあ感じます。あともう一つはやっぱり外国人留学生が増えたことも考えられますよね。まあ、結局たとえまあ大学生で帰省して、まあ、バイトに穴を埋めちゃったと、穴できちゃったと、でそれを埋めるためにじゃあまあ留学生、まあ、働きたいなって思ったら、まあ、そこにプッて入って、まあ、働く、まあ、そうなると当然、まあ、東京にずっといっぱなしになることになりますからね。まあ、それも一つの原因だとは思います。ただ私は一番の原因はお金がないことだと思います。まあ、つまり帰省するお金がもったいないと考えてる人が多いんじゃないですかね。まあ、例えば家族でも、まあお金に旅行とかにお金を出すぐらいだったらもうちょっと生活費に充填しようと考えてる家庭が年々増えてきてるからじゃないですかね。ある統計、つい最近出たある統計だとあのエンゲル係数ってあるじゃないですか。あれの割合がなんか30年前と同じ水準に戻ってしまったという、まあ、記事を読みました。いや、30年前と同じ、まあ、水準っていうのは凄まじいですね。いや、それだけ我々、もちろん私も含めですよ、我々は食事にお金をかけざるを得ない状況になってしまったということが言えるんじゃないですかね。つまり消費したくないと、もうどんどん本当に生活に必要なものだけにお金をつぎ込みたいというふうになってしまった可能性があります。まあそうなっちゃうともう消費なんて二の次三の次ですよね。じゃあ消費まあ増やさなかったらもう何回も言ってますけど、消費増やさなかったら GDP 増えないんで、 GDP 増えないっていうことは企業の売り上げが増えないんで、それでまあまあ、企業に利益も出ない、そうなると給料も出ないっていうことになります。なのでじゃあどうしたらいいのか、その消費を増やすためにはもうゴールデンウィーク、まあ、全員家族が旅行に行けるようになるにはどうしたらいいのか、もう単純に考えましょう。その消費の足かせとなっているものを取り除けばいいんだ。足かせとなっているもの、消費税ですね。消費税を下げることです。 3% ぐらいに下げる。そうすると 100% 消費アップします、消費が上がれば、まあ、その分物が売れる、まあ、サービスも売れるとなると、まあ、企業の売り上げが伸びる。企業の売り上げが伸びると、まあ、企業の利益も上がる。で、企業の利益がアップすれば、そうしたら給料に戻ってくる可能性が高いです。非常に高い。で、給料が上がればまたその分、まあ、働いてる人たち、まあ、我々のような、まあ、労働者は消費したくなりますよ。
金がたくさんあります。その循環になってないからだと思うんですよね。だから、まあ、安倍内閣総理大臣にお願いします。早く消費税を減税してください。そうすれば消費は必ずアップします。なんでね、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、こんなちょっと、なんかこう湿った話題になってまいりましたけども、でもやっぱり非常に重要なことなんで、これからもどんどん言い続けます。まあ、あの話別変わりますけども、まあ、今日天気いいんでね、家族4人で、まあ、どっか旅行行くなりなんなりして、まあ、とりあえずゴールデンウィーク中はゆっくり休んで、ゴールデンウィーク明けたら、まあ、また元気よく働けるような、そういう環境を、まあ、構築してもらいたいですね。それでは今日の動画はこれで終わりとします。アディオス、アストマネーナ。